マックス・ファスマー・マックス、ユリウス・フリードリヒ・ファスマーは、ロシア出身のドイツの言語学者で、インドヨーロッパ語族、フィン、ウゴルゴ派とトゥルク諸語の語源の問題について研究し、スラブ語、バルト語派、イラン語、フィン、ウゴルゴ派の人々の歴史に取り組んだ。ファスマーは、サンクトペテルブルクで、ドイツ人の両親の間に生まれ、サンクトペテルブルク大学を1907年に卒業し、 1910年から大学の教授として講義を行った。彼はロシア内戦の真ん中ずっとサラトフ国立大学とタルト大学で働いていた。1921年ライプツヒ大学に移り、その後ベルリン大学へと移動した。1937年38年にはニューヨークのコロンビア大学で講義をした。彼はそこで ベタマロジェクルディクショナリーオブザロシアンランゲージに取り組み始めた。また1939年にベルリンにいるアレクサンダー・ブルークナーへ30を送り、ベルリン大学のスラブ語研究の職を引き継いだ。1944年、ベルリンの彼の家は爆撃され、ほとんどの資料が破壊された。にもかかわらず、4巻の本が、 ルプレヒトカール大学ハイデルベルクより、ルーシショスエタマラジスチャスベターブクという名で1950年から58年の間に出版され、彼は研究をやり通した。その後、西ベルリンで1962年11月30日に死亡した。ファスマーの詳しい解説を載せた辞典は、オレグ・トルバチョーフによって翻訳され、1964年から73年に、 かけて出版された。これは、その時、スラブ語の語源に関して最も信頼できる情報源であった。ロシア語のものは、セルゲイ・スタロスティンのウェブサイト、タワー・オブ・バベルで利用可能である。ファスマーによるもう一つの価値のある研究は、ロシアの水に関する名前の実典の編集である。また、革命以前のロシアの一般的なほぼすべての地名と、 ソビエトの水源についての11巻にもわたる地名辞典の作成というさらに大きい計画の発起人でもあり、それは彼のチームによって主語完成した。ありがとうございます。